の頃煙の匂いを感じてた。僕の毎日は煙突に見守られてた。夕方になって雲を追いかけて知らない土地で泣きべそう。でも煙突が帰る場所を僕に教えてくれた。もうもうもう思春期の頃親に反抗ばかりしてた。いつの間にか親父よりでかくなってた。親父が振り上げたその拳は鉄の匂いがした。今思うととても温かく優しい拳だった。わあわあ、数年前ふと田舎に帰れてみた。僕の好きだった煙突は全部なかった。青い空に煙はなくどこまでも住んでた。今の僕が帰る場所はもうどこにもなかった。この空の上で両親は見守ってくれてるかな。あの空は僕の見る空とつながっているのかな。あの頃の思いは解き放たれたかな。僕は一人じゃないよね、今も一人じゃないよね、ずっと一人じゃないよね。 Whoa, 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 whoa.